2024年に可決される危険な法律参戦。1、緊急事態条項。大谷翔平さんの結婚のニュースに紛れて、2月29日内閣で地方自治法改正案が通過した。内容は、ふふふのパンデミックの際に、国に権限がないために、患者が県をまたぐことができなかったため、緊急時、市区町村の職員に対して、国が命令を出せるというもの。実質この法律は、ナチスヒッターが、バイマル共和国で独裁権を握った、全権委任法だとして批判が集まっている。2NTT 法改正。1985年に日本電信電話公社が民営化したためにできた法律で、自民党の甘利議員が NTT 法廃止を目的に NTT 法改正が3月1日に閣議決定された。これに対して楽天の三木谷氏、ソフトバンクの宮川氏、 KDDI の高橋氏が猛反発。 NTT 法廃止により日本人の税金40兆円で整備された全国に張り巡らされている光ファイバー網を一民間企業に無償譲渡することとなり、外国勢力が日本のインフラを牛耳る危険がある。 3SNS 規制法案。インターネット上での誹謗中傷が増加し、プロレスラーの木村花氏、 YouTuber の動くちゃんが自ら命を絶つなど問題となっている中、誹謗中傷した人物を SNS に対して開示請求をする裁判手続きを簡略化する法律が決まる。しかし憲法に書かれた表現の自由を著しく犠牲にする内容であり、誹謗中傷と批判を線引きすることはほぼ不可能だ。政府批判をする都合の悪い人物を捕まえることだって可能になる。